高校生の時に本当に衝撃を受けたのは、当時青森山田にいた柴崎選手、うん。僕が1年生で、柴崎選手が3年生で対戦したんですけど、まあ、ちょっとこの人には叶わねえというか、うん、その高校生の時に受けたことのない衝撃っていうのはめちゃくちゃ覚えてますね。すべてがハイクオリティというか、あんなパスが出せるようにというか、どこ見れるんだみたいなのを試合してて一番感じたのが柴崎選手。うん